将軍以外は立ち入ることができない男子禁制の空間だった江戸城の大奥。江戸城本丸の大奥は将軍と将軍の正室である御台所の私生活を支える役所です。将軍のお世継ぎとなる血のつながった男子を設けることが最大の使命で、その目的のために多くの女性がさまざまな役割を担って働いていました。女の園とも言われる大奥では1000人以上もの女性が働いていましたが、奥女中はどのような空間で仕事をしてどんな暮らしをしていたのでしょうか。今回は大奥の実態と奥女中の暮らしについて解説します。奥女中の生活空間から出世事情まで詳しくご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。大奥の構造と御殿向き。近世の城郭として最大の規模を誇り、江戸幕府の成長であるとともに徳川将軍の生活拠点だった江戸城。江戸城には本丸御殿、二の丸、西の丸の3箇所に大奥がありました。本丸御殿の大奥には将軍と将軍の正室である御台所、西の丸の大奥には将軍のお世継ぎや次期将軍の正室、二の丸の大奥には前将軍の御台所や側室が住んでいました。今回解説するのは将軍と御台所が暮らしていた本丸御殿の大奥です。こちらは江戸後期に作成された本丸御殿の絵図です。本丸御殿は主に将軍による公的な儀式や幕府の諸役人が業務を行う表、将軍が政務を取るとともに日常生活を送る中奥、将軍やその妻子、また奥女中が暮らす大奥の3つの空間から構成されていました。表と中奥の間に仕切りはありませんが、中奥と大奥の間は銅張塀で厳重に区切られていました。というのも大奥は将軍以外の男性は立ち入り禁止だったためです。出入り口も限定されていて、将軍が大奥に入るときは錠前が取り付けられたお錠口を通り、お鈴廊下を渡っていく必要がありました。では大奥はどのような構造になっていたのでしょうか。大奥は御殿向き、長局向き、広敷向きの3つのエリアから構成されていました。御殿向きは将軍の家族が生活するとともに奥女中の職場がある空間です。さまざまな部屋が設けられていましたが、その中心となるのが新御殿、松御殿です。新御殿は大奥の北西に設けられた御殿で、御台所が日常生活を送っていた場所です。約50もの部屋で構成されていて、御台所の居間であるお上段の間、寝室として使われる温切り型の間、着替えや化粧をするためのお納戸などがありました。御台所は一人で生活していたわけではなく、身の回りの世話をするお中臈、上級女中などが常に何人かそばについていました。新御殿のすぐ近くにあるのが御座の間です。御座の間は大奥の公的な儀式が執り行われる空間で、朝の総触れが行われていた時期もありました。朝の総触れとは、将軍と御台所がお目見え以上の奥女中から挨拶を受ける儀式です。午前10時頃に行われた朝の総触れは、江戸初期から重要な公務として位置づけられていました。そして将軍の寝所として使われたのがお小座敷です。お小座敷には上段の間、次の間、蔦の間などがありましたが、将軍の寝室として使われたのが上段の間です。御台所や側室と一夜を過ごす時もこの部屋が使われていました。大奥での将軍の生活や床入り事情についてはこちらの動画で詳しく解説しているので、興味がある方はチェックしてみてください。その他には御台所が親類と対面するご対面所、将軍の嫡男や長女が生活する宇治の間、歴代将軍と御台所の位牌が安置されたお仏間などがありました。また御殿向きには奥女中が働く詰所も設けられていました。例えば大奥の最高権力者だったお年寄りが詰める千鳥の間、着物の裁縫を担当する奥女中が働いていた呉服の間、手紙や文書を管理する奥女中が詰めるお夕室の間、大奥の外交を担当する奥女中が詰める表遣い詰所などです。御殿向きの西側には将軍やその妻子が生活する居住空間があり、東側には奥女中が仕事をする詰所が設けられていたのが特徴です。奥女中が暮らす長局向き。
長局向きは大奥で働く奥女中たちの居住空間でした。一棟の長局は東西に長く作られた2階建ての長屋です。江戸初期には長局は2棟でしたが、江戸後期になって女中の数が増えると1の川から4の川まで作られました。4つの棟の中央には南北に貫く廊下が作られ、それぞれの棟に移動できる構造になっています。その他には少し離れた場所に東長局も作られました。大奥の女中は役職によって住むエリアが定められていて、一の川の右側から役職が高い順に部屋が与えられました。例えば一の川はお年寄りやお客あしらいといった上級女中、二の川から三の川は将軍や御台所にお目見えする資格を有する中級女中、四の川はお目見え以下の下級女中が生活する居住区域でした。役職が高い上級女中には一人一部屋が与えられましたが、役職が下がるにつれて部屋が狭くなり、二人から五人の相部屋になりました。また自炊生活だった奥女中は部屋方と呼ばれる自分付きの下女を雇い一緒に暮らしていました。部屋方にも職制があり、部屋の一切を取り仕切る局、奥女中の身の回りの世話をする合の間、炊事や配膳を担当する仲居、水汲み、掃除、草履取りなどの下働きをする多門などがいました。部屋方の人数は奥女中の身分によって様々で、上級女中は10人以上、中級女中でも数人の部屋方を雇っていました。その他にも上級女中は親類や知人の子を部屋子として預かることもありました。部屋子は奥女中の見習いで大奥のしきたりや遊芸を習った後、上級女中の推薦で奥女中として幕府に採用されます。幕府に雇われた奥女中の人数は時代によって異なりますが、約400人近くいたそうです。さらに奥女中が一緒に暮らす部屋方や部屋子を含めると1000人以上の女性が長局向きで生活していました。では長局の部屋がどのような間取りになっていたのか、大奥の最高権力者だったお年寄りの部屋を見てみましょう。こちらは一の川で生活していたお年寄りが暮らす部屋の間取りです。お年寄りの住まいは畳の数にして70畳ほどの大きさです。上の間から次の間までがお年寄りの部屋で、上の間は仏間、書斎、応接間として使われました。居間として使われたのが押し入れ付きの次の間で、お年寄りが食事をしたりくつろいだりする空間でした。合の間、渡り、多門は部屋方の詰め所で、多門は出入り口としても使われました。多門の横の部屋は炊事場になっていて、いろりやかまどが設置されています。炊事場の隣にある湯殿、風呂場はお年寄り用で、部屋方は廊下を挟んだ裏部屋にある湯殿を利用しました。裏部屋には物置のほか、お年寄り用の大きめの便所と部屋方用の便所が設置されています。また2階の間取りは分かっていませんが、部屋方の住居と物干し場があったと言われています。奥女中は長局向きで日々寝起きして、職場のある御殿向きに出勤するのが日常でした。広敷向きは大奥の事務や警備を担当する広敷役人が詰めていたエリアです。大奥といえば男子禁制のイメージがありますが、広敷向きで働く役人は全て男性でした。そのため広敷向きの周りは壁で区画されており、御殿向きと広敷向きの境にはお嬢口が設けられていました。お嬢口のすぐ横には伊賀者の詰め所があり、人の出入りを厳しく監視していました。ちなみに御台所の食事が作られていたのも広敷向きにある御膳所で、料理中に不審な動きをする者がいないかどうか伊賀者が台所人を見張っていました。一方長局向きと広敷向きの境に設けられたのが七つ口です。七つ口は長局向きの勝手口にあたる場所で、下級女中や部屋方の通用口として利用されました。夕七つ、午後4時頃になると閉じられるため、七つ口という名前がついたそうです。七つ口を監視していたのは置き手書きという中級女中で、出入りするときは置き手書きが発行する切手、通行手形が必要でした。切手を持たずに入ろうとすれば、警備を担当する広敷役人に尋問され、不審者は処罰されました。また七つ口は部屋方の買い物口としても利用されました。七つ口には
大奥の許可を受けた商人が詰めていたため、部屋方は必要に応じて食料品や日用品を買い求めることができました。大奥女中の役職と出世事情。奥女中は主にお目見え以上とお目見え以下の役職に分かれていました。お目見え以上とは、将軍や御台所に拝謁する資格を持つ役職のことで、その資格を持たないのがお目見え以下になります。こちらはお目見え以上の代表的な役職をまとめた表です。奥女中の中で最高位だったのが上郎お年寄りです。上郎お年寄りは京都から来た公家の娘が就任する役職です。公家出身の御台所の相談役で、政治的な権力はありませんでした。大奥の実質的な最高権力者はお年寄り、老女です。お年寄りは大奥のすべてを取り仕切る存在で、諸役所から来るあらゆる案件を決裁しました。そしてお年寄りの下には、さまざまな業務を担当する女中がいました。例えば、御三家、御三卿、諸大名の女使いを接待するお客あしらい。お年寄りの代理役で、御台所の献立を指示して、毒味役も務める中年寄り。中奥と大奥を仕切る、上の上口を管轄するお上口。大奥の外交係で、大奥における一切の買い物を司り、諸藩の奥とも連絡を取る表使い。日記や書状など、あらゆる文書の執筆や管理を担当するお右筆などです。一方、将軍や御台所のそばで働いていたのがお中郎です。お中郎には将軍付きと御台所付きがあり、食事や入浴から便所のお供まで身の回りの世話をします。将軍付きのお中郎は器量よしが選ばれることが多く、将軍のお手がつけば側室になります。大奥での一番の出世は、将軍の寵愛を受けて男子を産むことと考えられていました。そのため、解任したお中郎は嫉妬した他の女中から嫌がらせを受けることもありました。例えば、着物の裾を踏んで転ばせたり、積極的に流産させようと画策する女中もいたそうです。ちなみに奥女中は内々で、お手つきのお中郎を汚れた方、お手つきがないお中郎をお清の方と呼んでいました。汚れた方というのはひどい呼び方ですが、将軍のお手つきになれなかった女中の嫉妬と羨望が垣間見える名前です。お小姓は御台所の身辺で働く駒使いで、お茶やタバコの世話をするのが仕事です。7歳から14歳くらいの上級旗本の娘に限られており、16歳頃になるとお中郎になります。つまり、お中郎の見習いとして御台所のそばで働いていたのがお小姓です。お次は書道具や献上品の持ち運び、御台所が利用するご対面所の清掃が仕事です。また、行事などの余興があるときは、遊芸を披露したり、場を盛り上げる役割もありました。将軍の前で芸を披露することもあったため、将軍に見初められるケースもありました。もし、将軍のお手がついた場合は、将軍付きのお中郎に昇格することになります。なお、お目見え以上の役職につけるのは、公家や旗本出身の娘に限られており、お上口以上の上級女中は一生奉公になります。次はお目見え以下の役職を見ていきましょう。まず、お産の間は新規で採用された旗本の娘が配属されることが多い役職です。御台所の居間の掃除、湯水の運搬、火鉢やタバコ盆の用意などを担当し、上級女中の雑用も行いました。また、大奥で催し物があるときは、お次とともに遊芸を披露することもありました。旗本出身の奥女中はお産の間から始まることが多く、仕事ぶりや器量によって役人系のトップであるお年寄りや将軍付きのお中郎に昇格することも可能でした。また、大奥女中の中で最下位だったのがお末という役職で、お箸田とも呼ばれていました。お末は掃除から水汲みまで大奥のあらゆる雑務に従事し、力仕事が多かったのが特徴です。特に重労働だったのが籠担ぎで、大名の正室や姫君が大奥を訪れた時は、10人のお末がお広敷門からご対面どころまで籠を担ぎました。その他のお目見え以下の役職は、大奥の御膳所に詰めて煮炊きを取り仕切るお仲居、長壺根向きの各部屋を巡回して火の元を注意するお火の番、
御台所の食事中の湯茶を用意するお茶の間、広敷向きのお嬢口の開閉担当で広敷役人との取り次ぎを務めるお使い番がありました。ちなみにお腹以下の役職は御家人や町人の娘が配属されました。お腹以下の役職は出世することはほとんどなく、長く勤めても同じ役職に据え置かれることが大半でした。このことからお目見え以上がキャリア組で、お三の間を除いたお目見え以下がノンキャリア組と言えるかもしれません。また大奥に勤めていたといえば箔がつき、良縁に恵まれる可能性が高くなるため、花嫁修行が目的で御殿奉公に上がる女性も数多くいたそうです。大奥ハットから見る奥女中の生活。大奥には男子禁制のイメージがありますが、江戸初期には規定がなかったため、男性役人が大奥に入ることも珍しくありませんでした。しかし大奥で働く女中が増えるにつれ、秩序を維持するためのルールが必要になってきます。大奥に関する規定を幕府が出したのは元和4年1618年のことでした。初めての大奥ハットは五箇条からなる規定で、壁書きとして大奥内の壁に貼り出されました。大奥には男は立ち入ってはならないという項目がある通り、最初の大奥ハットによって男子禁制とする大奥の基礎が作られます。その後大奥ハットは何度か改定され、男女の出入りを制限する内容が強化されていきました。寛文10年1670年には四代将軍家綱のもと新たな大奥ハットが出されます。この時の大奥ハットでは大奥内部の機密保持が強調されており、大奥でのことは親類や縁者にも話してはいけないと女中に命じていることが特徴です。江戸中期になると京都の公家から正室を迎えるようになり、大奥は京の公家風に影響を受けて華美になり、次第に風紀も乱れていきます。このような状況の中、聖徳4年1714年には大奥最大のスキャンダルが起きます。それが江島育島事件です。七代将軍家継の生母、月光院に仕えていたお年寄りの江島とその一行が、月光院の代参として将軍墓所の増上寺に参拝した後、山村座に立ち寄って派手な芝居見物に及びます。この時江島が人気役者だった育島新五郎を桟敷席に招き、さらに密通に及んだのではないかという疑惑が幕府の知るところになります。幕府による厳しい取り調べの結果、江島は信濃高遠藩への流罪となり、その他にも関係者1500人の大量処罰が決まります。江島育島事件を受け、大奥の風紀を引き締め情報管理を強化するために出されたのが奥女中ハット10箇条です。奥女中ハット10箇条は享保6年1721年八代将軍吉宗によって定められ、御殿向きに出資する廊下の2箇所に金付きで貼り出されました。内容は奥女中が交流できる人の範囲を定め、各部屋で雇う使用人に不審な点がないよう取り締まることが命じられています。また日常生活においては質素倹約を打ち出し、身分不相応の贅沢を禁じるものでした。意外なのは女中の親類の立ち入りを許可し、宿泊も認めている点です。奥女中ハット10箇条には次の1条があります。宿下がりなき衆は祖母、母、娘、姉妹、叔母、姪、男子は9歳までの子、兄弟、甥、孫に限り呼び寄せても構わない。大奥に泊めるときは理由があれば年寄り衆に断り、お留守に伝えた上で一泊に限る。宿下がりとは勤務中に休暇を取り、親の家などに一時的に帰省することです。お目見え以上の女中は機密保持の観点から宿下がりできなかったため、近親者を大奥の長局に呼び寄せることが許されていました。大奥には部外者を寄せ付けない閉鎖的なイメージがありますが、外に開かれている部分もありました。また女中が大奥に採用された時には奥女中正史の提出も義務付けられました。奥女中正史とは奉公の心得を誓わせたもので、主に7つの条文があります。大奥でのご奉公は誠意を第一とし、後ろ暗いことは一切しないこと、すべてのご法度をよく守ること、幕府に対して悪事をなす相談をしてはならない、大奥でのことは
一切外部に漏らさない。女中同士、また表向きの願い事は一切取り持ってはならない。また大奥の意向を笠に贅沢なことはしないこと。同僚の陰口を言ったり、人を仲違いさせたりしないこと。公職がましいことはもちろん、宿下がりの時も物見遊山をしないこと。常日頃から身持ちを正すこと。また各部屋の火の元に用心すること。この中で大奥の人間関係の難しさを示しているのが5つ目の条文です。このような内容をわざわざ正史に書かなければならないほど、人間関係のトラブルやいじめ問題が多かったことをうかがわせます。実際、共同生活を余儀なくされた奥女中は人間関係に苦労していました。大半の女中は3人から5人の相部屋でしたが、同室の同僚との人間関係を円滑に保つため、贈答品のやり取りを頻繁に行っていました。そのため、大奥での生活で最もお金がかかったのは交際費だったといいます。外に出ることが制限され、職場も生活の場も一緒だった奥女中にとって、最も大きなストレスは人間関係だったのかもしれません。最後に、年中行事を描いた絵を紹介して終わりたいと思います。こちらは大奥における節分の日の様子を描いた絵です。長壺根向きと広敷向きの境にある七つ口は帝国になると厳格に施錠されました。しかし節分の日は特別で、女中たちが七つ口の境に集まり、年豆に少額のお金を添えたおひねりを用意し、男性役人に向かって投げるイベントが行われました。奥女中も男性役人も楽しそうな雰囲気で、おひねりを投げるたびに女中たちの歓声が上がる様子が想像できます。大奥では一年を通して様々な行事が執り行われていましたが、奥女中たちは仕事や人間関係のストレスを年中行事や催し物で発散していたのかもしれません。今回の動画は以上です。今後も江戸時代の暮らしや文化について発信していきますので、興味がある方はぜひチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。